こんにちは。ゆいチゃんネルへようこそ。今回のエピソードでは、自分を人と比べてしまうのはなぜについて話をしたいと思います、えー。皆さんは誰しも人と比べてへこんだり落ち込んだりしたことあるんじゃないのかなと思います。えー、自分私自身も やっぱり人と比べて、あの人すごいな、あの人には勝てない、あの人が一番 <laughs>、一番綺麗、一番頭がいい、一番仕事ができるっていうふうに思ってた時期もありました。でも人と比べて自分がハッピーになるかというと、だいたい凹んで、ああ、自分はダメだなっていう感じで落ち込む、 ことが多いんじゃないかなと思います。で、私たちは、やっぱり、子供の時から、学校教育とか、まあ、親とか、まあ、社会全体もそうですけど、競争して勝つことが良しとされている、うん、社会で生きて育ってきたので、やっぱり人と比べるっていうことが、当たり前、 なことだというふうに思い込んでるんだと思うんですね。でただ、その人と比べること自体はそこまで悪いことじゃないと思うんですけど、もし前回のエピソードで話したように、もし自分自身を受け入れてない状態で自分を人と比べてしまうと、 結構厄介なことになるんじゃないのかなと思います。なんでかというと、自分自身を受け入れている人、こう自分はありのままでいいんだって思った人は、人と比べたとしても、まああの人はあの人、私私っていうふうに、うん、そこまで落ち込むことはないと思うんですけど、自分自身を受け入れられてないと、 自分のことが認められない。だから他人のことも認められない。で、なので常に他人を見たときに、あの人はすごいな、なのに自分はっていうふうに落ち込んでしまうことになると思います。で、前回のエピソードでも話したように、 究極的に物事には良い,い悪いは存在していないと思います。良い,いか悪いか、一番誰がすごいのか決めるのは人それぞれの評価基準ですよね。私の友人とか、まあ、後輩にも、例えば誰々さんには勝てないとか、誰々さんが一番綺麗、誰々さんが一番すごい、 一番頭がいい。誰々が一番仕事ができるっていうふうに結構いつも自分と人とを比べたり他人を勝手にランキングして優劣を自分の中で作ったりする人が結構いるんですけどやっぱりそういう人たちと話をして感じるのは 多分本人は無意識に比べる作業をしていると思うんですけどやっぱり自分を受け入れてないからこそ外に評価基準を求めてしまって自分はそのランキングの中で今何位にいるんだろうっていうふうに常に外に評価してほしい 他人に承認してほしいっていうふうな意識が働いてるんじゃないかなと思います。で、よく SNS でも、あの、いいねが何個ついたか常にチェックしないと不安で不安でとかいいねがつかないと本当に落ち込んでしまうみたいな人いると思うんですけど、これって自分の承認欲求を SNS のいいねの数で満たす行為をしていますよね。やっぱりこれも根底には自分自身を自分が承認してできていないから他人に承認してほしいと、他人に認めてほしいっていう心理が働いているんじゃないのかなと思います。なのでやっぱり 人と比べて落ち込んでしまったり、私は今ランキングでないとかいうふうにいつもそういうふうに世界を見てしまう方がいたら、一度その自分の中に帰ってみて常に視点を外に向けるんではなく一回視点を自分の中に向けてみて今自分は自分のありのままの 状態を受け入れられらているか、自分の存在自体をこれでいいんだっていうふうにいいとこも悪いとこも全部丸ごと受け入れられているか一度自分との対話をしてみたらいいんじゃないのかなと思いますそこでもし自分のことやっぱり受け入れられてないって思った方は つら、うん、い潜在意識とかあるかもしれないんですけどやっぱり自分の過去を見返す作業をすることをお勧めしますこれは何回も言ってますがこれからも言っていきますなので私がこのエピソードで皆さんとシェアしたいのはやっぱり自分のことを受け入れられて ている状態であれば人とあまり比べなくなるのでへ,へこむこともなくなるとで、かつ自分の今持っている能力を自分が評価してあげられるようになると思います自分を受け入れられてない人はやっぱり自分が今持っている能力とか素晴らしい才能とかにもあまり 気づいていないというか評価、自分自身を評価できないんだと思うんですけど、結構周りから見るとあの人はそこすごいじゃんって思うことでも、やっぱり自分の自己評価が低いから私は全然ダメで何もできないみたいな感じに自分のことを捉えてしまう傾向にあると思います。私の 同期の例なんですけど、以前、私が、シェアハウスに住んでいた時えっと、ま、会社の同僚とかも、シェアハウスの、で、のパーティーに誘ったりして、で、まあ、そこでシェアハウスに住んでいる子と、うの会社の同僚が一緒に、はあの、 出会って話をしたりとかする機会があったんですけど、そのシェアハウスに当時住んでた男の子で結構まあかっこいい男の子がいたんですけど、で、後日私の同僚が私にメールをしてきた時に、なぜか彼のメールの最後の署名にそのシェアハウスに住んでた男の子の名前を ってきたんですね。で私は意味がわからなくて、え、なんで人の名前使ってるのって聞いたら、その同僚は、俺もその人みたいにかっこよくなりたいから、その人の名前を使う、使ったっていうことを言ってて、最初は、はぁって感じだったんですけど、まあ、その行為もよくよく考えると、やっぱり自分自身の同僚が、 彼自身を受け入れてない、認めてあげてない、評価してあげれてないから、人と比べて、ああ、その人かっこいいな、その人になりたいな、っていうふうに、もう完全に自分を失ってしまっていて、他人の軸で物事を判断してしまっているんですよね。で、私はその同僚に、いやいや、 あなたも十分かっこいいし、輝いてるし、全然その他人になる必要ないんだよって、多分言ったと思うんですけど、ちょっと伝わったかどうかがわからなくて。で、やっぱりそういう風な心理状態だと、恋愛とかでもうまくいかないことが多い。 多くなってしまうと思うんですよね。やっぱり自分のことが好きじゃないのに、人のことを好きになった、なったとしても、その自分が見ている世界は自分の心のプロジェクトした、投影された世界なんで、自分の心の状態が反映されてるんですよね。だから自分、 が自分のことを認められない不安とかいう気持ちがあるとそれが他人に投影されて他人のことも認めてあげられない他人との付き合いの中で常に不安になってしまうっていうことがあるのでやっぱりその何事どんな問題でも 根底には自分のことをありのままでこれでいいんだって受け入れてあげ、受け入れられているかっていうところに行き着くんだと思います。なので、やっぱり今回のエピソードで皆さんにお話ししたかったのは人と比べてもしょうがないから、まあ、もし比べるなら過去の自分と比べて今は その時より成長したかっていうのを、あの、比べる基準にすればいいんじゃないかなと思います。過去と比べて成長していれば、うん、一番ベスト。なので、他人と比べても、上には上がいるし、お金持ち、 なりたいと思っても、お金持ちにはやっぱりキリがないし、一番キリになりたいと思っていても、美しさの基準って結構人それぞれ違いますし、誰が一番とか私は今何番とか、まあそういうことを考えるのはあんまり意味ないと思いますね。なので今回のまとめは、 まあ人と比べても意味ない。比べるなら自分と比べましょう。あとは自分のありのまま、いいとこも悪いところも含めて、自分はこれでいいんだって受け止めてあげましょう。じゃあ今日はこれぐらいで。バイバイ。